ペカンです。ですね、もう立て続けとってもらうか、またですね、アナログ形式さんがとんでもなくてゲームが送られてきました。ちょっとね、開封してみようかと思いますよと。やってさあ、でかいね。俺はさすがに普段使いは無理かな。ビッグタイプ。よいしょ。なるほどね。あ、なるほど。へえ。そうか、ショルダーバッグ化もできるよみたいな。スリーウェイってことですかね。うん、こうすると、そして、こうすると、ここにもなんか入れられることができるね。なるほど。ちょっとしたものとか、タブレットとか、あの食べるやつじゃなくて。みんな知ってるわ。ああ、いいね。こういうちょっとしたね。これだね。UEG のバッグを超えることができるかもしれない。うん。よっこいせ。ほう。すごいね、これ。すげえ。マシンも入れれるし、はい、MPC も入れられるし、でケーブルとかも入れられるし、うん、ここがいいね、またね。そこ、いいっすね。うん。これ外すこともある。うん。で、これは背負えるんだよね。背負うタイプ。でも、ショルダーはできないんだね。うん。さっきできると思ったら。うん。ショルダーバック化はできないけど、でも手持ちもできると。手持ちもできる。とにかくその二つの持ち方の選択肢が登場しているということです。でも俺リュック派なんだよ。そうっすね。うん、いつもリュックっすよ。うん。だ、どう？あ、いいっすね。でもこれだと本当にでっかいの持っていけると思いますね。うん、めちゃくちゃ。車とかで運ぶのは俺はこれだと思います。これがいいんだろうかなと思ってます。で、車以外はリュックだな、俺は。そうっすね。なんじゃないかなと。まあそんな感じでですね。まあリュックが届いた。まあアナログ形式さんに、まあ僕がリュックとかないんですかって言ったら、ありますって送られてきたんですよ。んで、まあそんな感じ。まあ、どんどんアナログ形質の、ですね、製品がめちゃくちゃ増えてきているということなんですけど、まあ、それはまあいいとして、これもまだ日本で多分出てないんですよ。で、そのうち、なんつうのかな、発売されると思うんですけど、まあ、そうだな、なんとも言えないけど、このハードケースのいいところっていうのは、まあ、本当にこうなんつうの、この上にもんもん荷物乗せたりすることができて、まあ、かさばったりしてる状況の時とか、うんうん、車で、旅とかに行ったりする時とかにはすごく使えると思うんですよね。だけどこういうのは、まあ、やっぱり、まあ、毎回車とかで機材を持ったりしていくことってそんなに、まあそうだな、まあ、売れっ子のミュージシャンとかだったらあるかもしれないですけどね。でも俺はないんで、どっちかっていうと電車移動の方が多いから、こういうバッグの方が良くて、で、まあ、リュックが好きな人とショルダータイプ、肩掛けが好きな人の二通りいると思うんですけど、まあ、これワンチャン肩掛けもできたら最強だったんだろうなとは思いますね。
まあ、でも最近でも生ドラムとかもスネアとかをですね、リュックタイプで持ったりしてる人とかもいるぐらい、リュックって結構いいんだよね。でも電車の中とかはこれを下ろしちゃってこっちで、ね、持つからそういう邪魔にはならないみたいな感覚で、ね、できるんで結構使えるんじゃないかなと思う。まあ中身しっかりしてたし背中もしまえますしね、うん、邪魔だったから、まあ、まあどっちでも使えるっていうのはすげえいいんじゃないかな。まあでもなんだろう、キーサル運ぶようだね。俺がアナログキーシーさんにリュック出さないんですかって言ったのは普段使い用の話なんだよ。でもこれが来ちゃった。まあでもめちゃくちゃこれは使えるかなと思うんで今後。だからそうだね、でも肩掛けショルダーバッグはショルダーバッグでいいところはあるんだよね。うん、でもなんとも言えないけど、でも、まあ、機材専用って考えるとめちゃくちゃ安心感がある。僕が今まで大きい機材を運ぶときに使ってたのってこれなんですよね。これ DJ テックツールズっていう海外のメーカーのやつで取り寄せたやつなんですけど、やっぱね MPC Live 2とかまで行っちゃうとこれだとすごい厳しい時がよくあったんですよ。でなんかやっぱこう厚みがすごく出ちゃって、でなんかパンパンな感じがある。さらに薄めだから割とこうドンと落とした時かなり怖いみたいなのは、こっちはそれがないかな。やっぱすげえ頑丈って感じだから、ガチで MPC Live 2とかマシンとか持っていくときは多分こっちの方がいいのかもしれないな。でまあ軽く済ませたい時とかは本当これでいいよ。ケースって結構大事だよね、そうやって考えると。で僕は普段の本当になんつうんだろう、機材とかも持っていかないような時っていうのはまあこれか GoPro って書いてあるリュック使ってるんですけど、まあ防水性とか撥水効果があるやつだから、すごく雨、俺雨とかね傘ささないじゃん。そうですね。だからいいですね。だからこんだけでも選択肢が増えるのはいいかな、うん、と思うという感じで、まあちょっとね今度、まあ、俺がこれ背負ってる時があったら動画撮ってもらって、それはそれでまたあげようかなと思いますよと。まあでもね基本的に俺はあんまり持たないんですよね。持たせてちゃってるんで一人。確かに。お前が持ってるもんな。だからその人にこうデビューしてもらえばいいね。その電車の中で。確かに使用感そう持ちやすいっすねとか、うん、でやっぱね一般の人に持ってもらって、うん、いかになんて俺はもうさ結構なんつうんだろう、アナログケイシさんみたいなところちょっとあるそう、ね、信用されないよね、はい、できないよね。俺はメーカーにゴマを吸っていくってスタイルで生きてるから、だからお友達とか手伝ってくれてる人に持たせてるから、持たせてみてどうって聞くのは結構いいよね。はい。ユーザーのね。うん、まあ、それはそんな感じでした。ね、これもだから多分、よかったら、日本でも発売してくれるんじゃないかなと思いますね。うん、今のところまだ、確か売ってないっす。で、ブラックボックスも、のケースも日本では売ってないんだけど、まあ、ブラックボックス持ってる人がいる、そうだな、どんぐらいいるのかわかんないんで、なんとも言えないですけどね。アナログケーシズさんだらけだな。エンドーサーって感じ。うん。で、実はですね、あとね、個人的にアナログケーシズの他の機材で、僕はでもちゃんとお金出して買ってもいるんですよ。そもそも。ということです。あと、レスピオンマリオンのケースも、謎に2個買ってるし、ね、そうっすね。1個は友達にあげたけど。はい。っていうぐらい、まあ割と、ほんとケースに困ったらアナログケーシズって感じだよね、なんかね。なんかほんとに色々ありますね。うん、まあ今までは多分、その UDG とか、マグマとか、うん、まあそういう DJ 関係のケースが一強だったとは思うんだけど、まあかなり、今アナログケーシズさんのケース強いんじゃないかな。っていう感じですかね。そんな感じで、リュックタイプの、機材のケース。で、僕としては、まあ、これアナログケーシーさん見てくれてるかわかんないけど、普段使いできるリュックタイプの音楽が好きな人が使えるようなリュック。うん。
まあ俺アナログケンシスのロゴってかっこいいと思ってるから、かっこいいっすね。なんか刺繍とかでさ、あとかなんかこういうゴムのやつで、はい、アナログケンシスって貼ってあって、でこうヘッドホンかけれるさ、ああところがあったりとか、はい、まあ、例えばほら iPhone とか使う人たち多いから、はいはい、最近のトレンドってライトニングケーブルがこう突き出るようになってたりするよ、うん、だそういうのとか、まあ、あとはまあ大体そうだな、まあ、DJ しっかり音楽やってる人っていうのは割と MacBookPro を持ち運ぶことが多いから、そういうのがちゃんとやっぱ入るようにっていうのとか、まああったらいいかなみたいな思うね。だそういうなんかまあそうだね、まあ俺とコラボでそういうリュックを作るっていうのを僕はちょっと切に願っているので、もし見ていたら連絡してくださいみたいな感じかな。いやでも結構俺普段使いのリュック必要だと思う、ね、しかも最近俺はモバイルフィンガードラムやってるから、この程度のこの3つが入ればいい程度のケースだって、これだったらもう余っちゃう。そうっすね、このリュック、はい、これはもう完全に NPC ライブとかガチじゃん、はい、だこれの一歩手前ぐらいの、なんか本当にこの俺にとってのこの3種の神器があればいいよねみたいなやつを、なんつうの、ちょっと作ってほしいなと思う。そしたら俺も普段使いも全てアナログケースになるからやっぱこれ普段使い無理でしょ、さすがに。毎回すごい、なんつうの、こうどこ行くのみたいな感じになるじゃん。まあ T シャツとかね、フェスとかはいいと思う。 T シャツいっぱい入れられたらこれだけに寝れますね。そうそうそう、だちょっとね、結構そういうなんかね、ケースとかバッグは俺結構実はこだわりがあって、かなり買い替えたりしてるから、まあ、どうせだったら全部アナログケーシスにしたいよねっていうのがあるかなっていう感じで、あ、まあなんか要望を言う動画になっちゃった。